10月10日、近藤雅彦がバラエティ番組、ダウンタウン DX、読売テレビ制作、日本テレビ系に出演。番組で共演した STARTO エンターテイメント、旧ジャニーズ事務所の後輩への、ある質問がインターネット上で物議を醸している。写真あり、バラエティ番組、ダウンタウン DX で近藤雅彦と共演した AA。グループ。 この日のテーマは、昭和、平成、令和、人気アイドル秘蔵映像裏話大公開と題し、各世代の人気アイドルが集結。近藤や森口博子、浅香結衣、キスマイフット2、以下、キスマイ、の宮田俊也、A、グループ、の小島健、元 AKB48 の柏木由紀らが出演した。近藤は2021年に事務所を退所したため、 古巣の後輩である宮田と小島と再会する形になった。MC の浜田雅利から、若い世代に何か聞きたいことはありますかと聞かれた近藤は、どこのテレビ見ても、皆さんグループじゃないですか。早く、俺は、私はこのグループを独立してソロで行きたいと思っているのか。本当のことを聞きたい、と、真剣な表情で独立を考えていないか尋ねた。